今回は、またまた、コラボ企画として、山毛さん、ご夫妻と、初めて、会った姉川キャンプ場で、また、再会ということになっております。たまたま山毛さんご主人と、私の誕生日が近いということもありまして、8月の終わりなんですけども、一応暑いということもあって、木立が、ね、多いあの姉川を、選んで、コラボしようということになっております。この年で誕生日会というのもすごく恥ずかしい企画なんですけれども、楽しんでやっていけたらいいかなと、思います。また、最後までご視聴の方よろしくお願いします。めっちゃレパートリーが好きな味で食べましょう。これまたコーラ飲んでやで。お前偉いやんか。すごい飲んだらことなるから。もうコーラの時は酒飲むわけでコーラ言うてんか言うてんか。いやそんな。はい、じゃあいけます。ちょっと待ってよ。私もちょっとこの本なの。でも番頭さんの乾杯の挨拶が5分くらいある。そうなんです。35分。投げよし。35分。ほぼカットする。ここで無視して食べとんねんな、みんなで。久しぶりに。この時は姉川で会って1年、5年、もう5年。5年、そうですね。5年。5年も何も3年やろ。姉川で会ってからもう5年。2年、去年、一昨年や。2年経つ。あれコロナあった？コロナあって、マスクしてたもん。みんなマスクしてた。コロナあった。マスクしてたもん、みんなで。じゃあ、はい、3年ぶりに乾杯。はい、乾杯。乾杯。はい。第2弾焼けます。食べてくださいよ。はい、たこ焼き呼ばれます。はい、もう食べて。でソースかなんかと、これソースマヨネーズあるからね、かけてください。で七味もよかったらお使いください。はい、いただきます。はい、どうぞ。あのあれやね、紅生姜忘れて、またごめんな。おいしい。美味しい。生姜好きな親だから。ほとんど飛ぶっていう。半分さんこれ300個はいけます。ほんま、わかった。頑張ります。これ途中で買い出しに順番に行かなかんで。違う、俺あかんやん。300個も食べたら、小玉に怒られるやん。あの健康診断引っかかる。嘘、マジで。メタボで引っかかってる。嘘、そんな感じ言ってんのにね。来てくださいって。これ好きなやつなんですよ、これ。食べます、呼ばれます。もう冷えてないかな。上に何がかかってんの？キムチとキュウリ。箸持ってきた？上取ってよ。そう。この上と一緒に食べてくれる。キムチ嫌い？あ、ダメですか？いけるよ。全然 OK。キムチとキュウリだけ。あ、そうなんや。そこも油と調味のタレ。ここ来る途中。あ、そう。望遠でね。山の上、うん、あれ何撮ってるんですか。いや、まず5、6人、うん、車止めて、来るな。そうで、走ったら次、お兄ちゃんまた一人でこれ、やってた、うん、そんな知らんの、寝てた。夜なら星やけど、衛星やけど、衛星ないわ、流れ星やけど。じゃあなんであんだけ望遠なら遠いとこ撮ってるんでしょ。多分ね、珍しい鳥が出る時期なんじゃない。で、ピンポイントであそこにいたやんか。うん、鳥ちゃうかな、野鳥のなんとかや。絶対番頭さんは知ってると。そうそう。でも適当に見てるだけ。もう本当真意はないな。周りが何も知らんことを確認してから言うから。ほんまに一人学者がおったら黙ってるよ。ほんまに。でも多分発信が遅いなみたいな。はい。何もついてないね。お昼いうことは多分鳥やな、バードウォッチングやな。そうかな。ねえ、この扇風機当たってたら汗がかくよ。今年の夏なんか涼しないから扇風機やって。なんや涼しいな言うたら扇風機だ。今はうちもサーキュレーター持ってる。家で作ってるやつ。そう
なんかはいるけどな、うん、寝るときでも扇風機4つぐらい持ってた戻して、うん、あ、何か入ってる、なんだこれは星さんじゃないの。おお、これ当たりや怖い。いや、パッと入ったんじゃわ、入ったんかな、うん、あ、まあ、あれ弾いた方がいいな、出して寝てるそれ、あの、サチコミやってる大丈夫赤いです、虫がついたら、うん、ダメ、もうダメよ、虫がついちゃごめん、57になってたよかったわ、1個減って57になってたわ、ちょっと待てやもう、もうええダントさん、注意してくださいよ、もういやいや、ありがたいことですよ本当はバニーがいいけど、おーすげえ、ぴったしやこれは一人やったら恥ずかしい、ほんま二人でちゃんと並ぶ、よかった二人でも大変です、一人やったらよかった、お友達おってちょっと歪んでるから、すいません、はい、主役ですから、そうよ主役だからなんか準備してくれ、もうカメラ回さなあかんし、タオル取るほら、いや取らへんよ、もうピノキオだ、ピノキオちゃうやろあかん、それあかんな、せっかくさっきが来てくれたのにあかんな、これちょっと逆光逆光あかんな、あの見てるもんな、幼稚園でも、ね、めっちゃこれはね、優等生もう当てれ隠しのこのアホが絶対一人一ギリがいてるっていうの分かる、ほんまにつついてる、つついてるこの子は恥ずかしいわ、みんな見てるんちゃう、うわ、ぶちゃうみたいな、ええ年越えて、あの、缶詰持ってきて、いや、ええ年越えて、こんな単なるするかみたいな、そんな めでたい年やるんかいな、ジャムさん、いくつなの52歳よ、52よ、3?2? でも、ほんま自分で分からんよね、うん、そう、あなた57のつもりになっとってもうやめてやん、ほんまにちょっと収まる。はい、頑張って。せっかく幸子ちゃんが用意してくれたのに。みんなのあるか。よしよしよし。よしよしみんなのあるか。ほら、みんなしてもらうんやろ、ほら。ケリーさんのもあっただけどな。ちょっとみんなでこう。オッケかわいい、主役がほら、主役が呼んでくるから、もうこれ嫌やな、いいのいいの、誰も見てない、見てても知らん人ばっかりだから、ちょっと一回話しなさい、あげるから、ちょっと2人で写真撮るから、はい、ここお座りください、アルバーズデーの前にお座り、写真、はいはいはい、そうそうそう、こっちこっち、早く早く、ダヌポンさん、つっついてくる、はいはい、いや、もうあげるあげる、はい、これ、え、そっちで撮んの、そこで、おいで、いやろ、うわ、小学校並みやな、これ、マジか、そうそう、じゃんあ、よかった、はあ、50代思われへんわ、はい、よかったわ、かわいい、かわいい、よかった、よかった、あんまりこれ実力見せないな、なんでテレンでもよろしいテレンでもよろしい、ほら、こんだけやったら好きなだけつけれるだろう、おおすごい、こんだけやったら好きなだけつけるぞ、あ、もう多分いけるわ、いける、ちょっと一回、ちょっと待って、一辺切らして、うん、カメラ行ってください。これな、だから、あの、半分に、あ、マントさん、つけといて。ちょっとこっちにいて。ちょっとメガネ返しとくわ。はい。なんかまだ、なんかあんの？メガネ。何？マントさん、甘いの食べないからね。はい。いや、なんか、もらった。リバースでーす。イエーイ！まあ、ありがとうございます。まあまあ、こんなお気遣いいただいてよかったね、そう、よかったね、ほんまに、じゃあ私は山本さんに投げキッスを
30年ほど年いったりして若さ吸われて、わすごい、何これ、あのあれグラス、好みが分からなかった。いやいや好みないですよ、酒は。本当本当、ただいい酒は飲みたくないね。安いしか、安いもしか。あ、珍しいな、ウイスキー。ウイスキーだよね、いいだよね。メーカーズメーカーいただいちゃってありがとうございます。いやよかったね。ほんまにね、よかったよかった。まあもらえば。なんかこのコップさ、キャンプで使えるなと思って。使える、かわいい。ね、うん。電池もらうってどっかで見たような。見た。過去にどっかで見たような動画がありましたね。あれパフェやったっけね。パフェ。ね。もうあの誰もいいんで、あの奥のサイトの人一人引っ張ってきますから。ちょっといいですか。めっちゃ迷惑や。あの家のお姉さんまだな、客やからしゃあないもんね。で登録させて、ステッカーあげて、うん、半ば恐喝やん。お前ら誰やって言われる。でもあのやっぱり見てる動画をどんだけ覚えてるかがあれやろな。大丈夫。あれやもんね、嫁さんは結構忘れてまうな、見たら。いやもうだから、そう、私はもうそのコメントするのに一生懸命。一生懸命やな。誰やその細かい変なとこ見てる人。隅から隅まで見とかんと。の動画のうち隅っこ見てる人。なあさ、あれ。私。そうやろ。なんかいつもなんかあのバックミラーの端っこになんかプリクラがあったとか。おかしい、どこ見てるのっていう。ツッコミどころ満載だもん。行ってみようぜ。ほんなら、はい、これ。真ん中ミント端っこ見せやな。どこに何塗ったん。これちょっと塗らんと。あ、パサパサになる。なるほど。さすが。あ、こっち、ここ前切ってあげて。ここ。あ、ここもいいんだ。ホイップ3級なんですよ。どうぞ。ホイップやるときっていうのはやっぱり立ってやらなきゃ。そうだ。オッケー。スルーしてください。わかります。はよせえよ。待ってるんだから。いや、ゆっくり。そうそう、いい。そういうの。まんべんなく果物も。勉強しとき。勉強しとく。そうしとく。もう全然ね、帰ってこないんですよ。いや、それがね、女性のいいところよ。奥ゆかしくないと、やっぱりね。俺、ナイスパス出してるのに。そう、ほんでねえ、さっき出さんと出てる。あ、そうか、なるほど。もう柔らかい、柔らかいね。これはだって早いもんね、冷凍じゃなかったもん。ローズンって感じ。何とかじゃなくてさ、もうね、俺ボケゾンが多いんですよ。あ、よせえあ、よせえやって、お前。これ、ここ映らんとこやろ。映るよ、映ってる。違う、その、また重ねる。あ、そう、うん、そこはもう好きな量を乗せるところをね。でこれ一応夫婦対抗やから。あの、俺敷き詰めますから。どうぞ。ペース配分考えてよ。ペース配分もう2枚え、これまだあるんでしょ。ある3個ぐらい。ないそれ1個で終わり。え、でもうちそんなたくさんいらんから大丈夫よ。うちは食べたらいかんから。 うちはもうあの一番上の分だけあったらいいぐらいやから。あの、うちも食べちゃいかんすよ。もうそろそろ。はい、どうぞ。あるんじゃ。はい、2段目。あ、でも、ヨさん、挟んだ。もういい、もう上のなくなっちゃうから、うん、ここが。あ、分かった、ほんなら先にこっち作るわ。ほんなら、ヨさんも遠慮なく最後使いたい。え、そこで、でも、そんな、なくなれ、どんだけあるって。俺は食ったらいかんねん。これ、業務用やで、何人前やと思ってんの、そんな。食ったらいかんねん。1人前でしょ。いや、分かった、1人前でお使い。いいよ。うちはだから、もうこれで、先に考えたのが。なんか、その、ホイップマンだよ。冷たいじゃない。はい、大丈夫。いいよ。もう投げ合いよ。せえって。大丈夫。切ったるわ。もうね。これ見た時に前のホットケーキがもう思い浮かんでこれは喜んで遊ぶやろなと。そう、どうする。もう僕ちゃんと一緒やから、もうほんまにな。ストップ。ああ、なんでよ、なんですごい。塗ったろ。もう次、もうええから。もうこれな、次に俺のんちゃうんか。分かった。俺今日主役だから。俺主役だから。刺したる。作る。手出さんと。分かった。まああのトッピングさせてるから、ちょっと俺は引かしてくれな。あんまり食べたらあかんしな、ちょっと濃くないと嫌やし。この辺はすごない。いや、分かった。お前これまっすぐ。あ、そうか、全部カカオがにゃケーキにならんの。ケーキでな、別にいいんだよ。
ね、あのあれこれのしてさ、うん、こうくるくる回るやつちょっと持ってきて持ってきて回転台があったらな回すやる回すやる私がこうやってでも今日そんだけ文句ばかりね自分ボロボロに切ったってしてからな、ね、私が主役でもって言うてます主役は何でも言うてもあるいやいや主役かなと思って勘違いした俺が悪かった主役やでなんかめっちゃ調子乗ったわ主役言われてあんなタスキ1枚でちょっと待ってねまだ行くいや行くやろ。ほんでお前トッピングだろうか。綺麗な。うん。一応ね僕成果先行家でね。このちょっと緩い。成果先行家推し。もうだいぶ緩いな。ちょっと多いんちゃう。いやいやこれはもう端っこ寄せない。ケーキっぽい。ああなるほど。あとは真ん中書いてな。どうするパクる。うん。上手だよ出し方が。これを。書いて。はい、チョコレートがさっき書いて。はい、書いて。タンクさん、ごめん。どうした何ごめん。何あかええもうどんな動画やねん。これ袋が負けてやな。ちょっと手でぬくめるか。こんなんでようかかんようかかん自分が書くためにやったよ俺お前当たり前やん自分で書くんかなんて書くねん自分で書きやすいように切ったんやろ私そんなんでようかかんでほらこれで書いてやなんて書くんよなんでもええよおっさんやなおめでとうこれ書きにくいですよねせやどうぞでも無理やってこれでしょもう同じことちょっとブドウ押すのやめてくれるだから最初からもうなんかわからんって今わからんくなったみたいに言われてもさ雨降ってきたよ雨が来たぜほんまに来たのハッピーハッピー読めるよねニューイヤーこれちょっと扇風機ダメじゃないですかええよヤオさん自分のところ見てきうんやらせて私やってんだからなこないっすかハッピー52はいハッピー52なんやろわけのわからんハッピー52なんか YouTube のチャンネルおめでとうちょっと2個見てくださいハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデイディア山本さんとブンちゃんバントさんバントさんバントさんカットハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディア山本さんとダメやんけハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディア山本さんとバントバントさんハッピーバースデートゥーユーおめでとうございますよかったねはい、はい、ではふーはちょっと待ってちょっと待ってはいちょっとアップデートはいお姉ちゃんがくれるよはいはいふーは飲まんでいいのふー行こうかせーのはいおめでとうおめでとうはい食べようか誕生日おめでとうタヌボンちゃんとこれからの1年もキャンプ大いに楽しんでねおめでとうはい食べようか58でーごめんなさいサバ読みました58です58でー、はい、一個若くなりましたはい、はい、よっしゃ食べよう、お皿いる25でこのままいくほんであとはない、うん、もうちょっとこう溶けてなかったらいいのにな甘いホイップうまいわ、うん、いける牛乳ブロックとさ、本当に、うん、なんていうの俺もうま好きやからな、うん、早く食べる取れてくるからあのあれやもん赤福餅とか、ね、赤福餅が好きやもんな、うん、今日は自分で食って一人バーってギシったらバーって食べたうわーマジか、うん、それは好きだねそれはとにかくあるわな、うん、そこでも取りて飲んだ後に飯のラーメン食べて寝るとかね、うんうん、若い時はな、すごかったガッパちょっと50過ぎたぐらいかな、お菓子だったのそうやな
ちょうど。せやな。せや、50過ぎ、52ぐらいかな。でもね。あ、やんできた。中の水浸しとるわ。おめでとうございます。うわ、これすぐ川やな。床上浸水やな。水も浸かる、いい男。なあ、取ってるで。ほんま、中どう、いける？浸水してない？一緒一緒、うちも。そうやな。立ってみようか。ほんまや。あー、割とあれか、やっぱへこんでるとこが来てるんやな。前はへこんでるもんな。地面がへこんでるとこに水溜まってんのやな。今もチャンネルさんから、サムギョプサルと、美味しそうな、盛岡冷麺差し入れいただきました、うん、めっちゃ美味しそうです。サムギョプサルはもう、うん、呼ばれた後です。そうそう、食い気一番でした。ではちょっといただいてみましょう、うん、食レポ、うん、美味しい、うん、なんていうかな、うん、お酢が効きすぎてるでもなく、まろやかなこうお酢の感じ。食レポ、うん、味の IT 革命です。誰や、生駒るやん、生駒るか、うんうん、まあ雨が止んだらです。そう、雨止みました。お風呂行ってきました、うん、な、焼き物しました、うん、卵も、うん、はい、ネギマ、美味しいわ、食べ、食べや、うん、はい、あ、やっぱり備長炭向こう、ほんまやっぱ美味しい、うん、ほんま、マジで備長炭な、シーン、ブラックシーン、なんかうまいな。美味しい、美味しい。今、くーちゃんの様子がちょっとまた元気がないところで、娘さんから情報がありました。明日は早く撤収して帰ります。またまたくーちゃんです、遠方まで来て、うんうんうん、パッチンだとゆっくり明日の朝もしようと思ってたのに、やっぱりね、だいたいマンチカンの寿命は平均寿命10年って言われてて、で、クーちゃん自身も、まあもう言うたらマンチカンの中ではもう高齢シニアになるんかな。だからやっぱり、うん、調子悪いところも出てくるから、うん、これはしゃあないな。ペットを飼うということは責任とかそういうことだな。うん。惜しまずや。うん、まあ、自分の遊ぶの優先していかない、うんうん。でもあのご飯は私的には多分あのカツオのご飯が美味しくてそれが欲しいって言うてたように思うねんけど、それと。いや、だから今晩俺が言うたようにしっこさえバーッとしてくれたら全然よかったやん。でもしっこがなかったらいかなしゃあないやん。な、しっこが晩にないんやったら行かないじゃん。朝の8時にしっこしたんやったらええけど、今日のでもどの道な、薬はもらいに行かなあかんねん、